それちょっとやってみますか、目の前で一回ほど。これはですね、一応今日の篤姫っていうのを僕忘れて喋り続けますので忘れないように、篤姫に関係のあるものを用意しました。こちらは薩摩王女篤姫です。篤姫の、要するに薩摩ですが、もちろん、芋焼酎です、ね、芋焼酎。そしては色も綺麗な艶なので、こちらはおかつの夢といいまして、篤姫の幼名はおかつ、かつこですから、おかつです、かつこの夢、おかつの夢ってやつで、ね、篤姫にちなんで作りました。こちらはね、結構面白いんですけどね、結ぶときはここに当てるんで、これを開いてずらして、そしてずらして巻いていって、このまま巻いていって、そして立てて、そしてここで結ぶということですね。こちら大谷百合子さんに、プレゼントさせていただきます。まあ、そんな話はすごく長くかかりましたけど、いよいよ篤姫に入っていきたいと思います。長いんですけど、いや、ちょうどプレゼントのことで、今から、お中元のシーズンなので、まあ、こういったセミナーに来られる方は自分の工場を求めていらっしゃってるわけですよ。自分の工場を求めていらっしゃってる人が今一番、まあ、ポイントがあるのは何かというと、実は、堂々たる賄賂というお中元ですから、お中元をおろそかにしてはいけないんです。今から情報収集してきちんと考えた方が得です。正直、お中元は普通のを適当に送ってればいいんじゃないわけですよ。ノリが嫌いな人にノリを送ってたら嫌われますよ。いや、ぶっちゃけ話そうですよ、本当に。何これって思われますよ。ですから、情報収集をしてないということでもう舐められます。まず情報収集をしてないということで舐められるわけですよ。まず情報を集める。そして情報を分析する。そして情報を発信するということですね。次に情報分析、そして情報発信です。まあ、一番最近の例で言うと、まあ、福田清盛だったら武井先生、一応本当はサラダになれるけどなれないと、派閥がないからという収集、友達になった、当然それがなったらかなり強いわけです。彼にとってはすごい味方ができるわけですから、ということで、情報収集し、情報分析する。今ある派閥は無理だと、でも新しい派閥なら可能だと、分析をする。そして、その派閥の領袖の、思考、好みを調べる、そして発信、お中元というわけですね。これは重要です。まあ、この時の分析が一番必要なのが歴史ですから、歴史を学んだ方がいいんです。一番重要な歴史ですから、情報分析は、今までの例を操作で、ね、調べる、収集してるわけです。で、今の時代もインターネットの状況で情報収集は簡単ですので、で、情報分析をするというのが重要です。そして情報を発信する、ブログの重要性はここにあるわけですね。ブログは重要、ただ、まあ、ブログを作るのが怖いという方もいらっしゃいます。例えば僕なんかは本名でやってますよね。本名でやってます。ブログの怖さはやっぱり発信する楽しみもあるんですが、発信する恐ろしさもあるわけですね。ましてや本名だったら、いわゆるブログの炎上と言われるやつですね。炎上です。
集中砲火を受けるというブログの炎上というものがあります。で、これに対するリスクの回避ですが、これはのピンチやチャンスという言葉に、全て集約されております。日本の場合危機と訳すようになっているんですが、危機管理、これは危険管理じゃないですよ、絶対危機管理なんです。つまりこの危機という漢字作った人はうまいんですが、危険としたんじゃないんです。危険に対してピンチはチャンスと、機会であると言ってるわけです。ピンチはチャンスだと。